アルトワーク DIY、 さりげなく見せるワイパーにカーボンシートを貼ってみましたよ。市販品でもワイパーのカーボンシート売っているんですが、リアゲートガーニッシュに貼ったカーボンシートが余ったので、ワイパー養生テープで型取りをして作りたいと思います。まずは養生テープを貼って、市販品は6ピースに分かれているんですが、私は4ピースにしました。養生テープをワイパーに巻きつけるように押さえつけて、周囲をペンで塗るような感じでなぞっていきます。ペンでできるだけ印を入れて、きれいにできるかどうかはセンス問われますよ。ペンで周囲を塗れば、内側、ペンの内側を定規を使って切ればいいんですが、ワイパー巻き込むのは大変なので、正面だけ貼ろうと思います。型ができたんで、養生テープを剥がして玄関のマットに貼り付けます。なぜって養生テープの粘着を少し落とすためですよ。そして余ったカーボンシートの上に貼り、できるだけペンの内側を切るんですが、ペンの内側から少し1ミリ小さめにカットする方が貼りやすいと思います。貼り付け前に下地処理をきっちりするとカーボンシートが剥がれにくく長持ちすると思います。カーボンシートを順番に貼り付けて、養生シートをゆっくりとめくり押さえつけます。あまりワイパー目立たないんで、多分貼り替えたかどうかなんて誰も気づかないと思います。遠目では黒のワイパーにしか見えないと思います。でも DIY、 余ったゴミになるカーボンシートも利用して20分でも楽しめる、簡単に作れました。とってもレーシングですね。あんまりわかんないですけど、カーボンシートの切れっ端がまだ少し残っています。余ったカーボンシートでさりげなく DIY、 それがワークレーシングです。よければチャンネル登録をよろしくー。